やり始めると楽しくて、ついつい夢中で作っちゃうんですよ。ちゃんと仕事もできてる？皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年5月7日木曜日の午後5時19分です。今日は特にお知らせはありません。それにしても毎週木曜になると急に週末が近づいてきた気分になります。週末を元気に過ごせるようあともう少し頑張ってくださいね。それでは。結構バリエーションあるね、静江さんの言葉。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。自分家の前に雑草が。もしもし、こちらはたぬき商店の豆吉です。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金 52,825 ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。ってことでちょっと早速むしっとく。そう、昨日ね、いろいろとまた買って、これは何やったっけな、パラボラアンテナか。アンテナってやっぱ高いところに設置するべきよね。丘の上とかかな。この辺はアウトドアベンチ。大量の。大量のアウトドアベンチ。はい、アンテナと。アウトドアベンチは、サッカーゴールの両脇に置こうかなと思って。なんかちょっと、応援に来たお母さんたちみたいな感じで。あ、で、今回はね、あれなんや、私。ファニーさんの島へ向かおうかと思いまして。ん？これはゲットしたことある蝶々か。久々にファニーさんの島へ行こうと思いまして。ファニーさんの島で撮影のために呼び出したキャラクターたちのポスターがもらえるらしいんやけど、なんかそれのサンリオコラボのやつは、サンリオキャラプラス、その、動物の森に出てきたキャラクターたち、リラとか。なんかその二人のポスターになるらしくって、なんかそれが欲しいなと思って、ちょっと今日は行きたいと思います。OK、到着しました。自分はここでスタンバイしてますから、お帰りの際は声をかけてください。ということで、読書中か。ファニーさーん。やっほー。やあ、アイナさん。また遊びに来てくれて嬉しいよ。撮影スタジオなら今空いてるから、好きに使ってくれていいからね。むしろ空いてない時があるのか。あの表札というか、なんていうか、かわいいよね。どこの部屋使おうかなぁ。まあ、どこでもいいんやけどさ。なんかちょっとサンリオキャラを呼び出すけんさ、かわいい感じの部屋がいいやん。こっちちょっとエレガントやったね。こっちやっけ？なんか子供部屋みたいなとこあったよね。あ、ここに呼び出そうっと。ってことで。はい。このマークが表示されているときにアミーボを NFC エリアにタッチすると動物を呼び出せます。今表示されてるわけやね。ってことで、まずはい。あれ？ん？待って。お。呼び出せないんですけど。え？呼び出せないの？できるんじゃなかったっけ？でもリラってことはわかるんやね。え？どういうことだ？呼び出せないよ。一応読み込めばいいってこと？そういうことではなく？ねえ、呼び出せないんだけど。これは呼び出せなくても大丈夫ということなんやろうか。とりあえず一応、ね、誰々は呼び出せませんっていう風になったけん、これで、OK なのか？だって、ねえ、誰々は呼び出せませんってことは、どのキャラクターのカードを読み込んだかっていうのは、ちゃんと分かっとるわけやろ、この、集まりの中で。と、これで OK なのか？あ、大丈夫です。はい。そうかい、遠慮しなくてもいいのに。まあ、何にせよ、スタジオは自由に使ってくれたまえ。呼び出すことはできんけど、読み込むことでゲットできるってことかな。これで、確かね、
あれなんよ。タヌポートで帰ったはず。はい、帰ります。え、呼び出せるんかと思っとった。呼び出すことはできんのや。どうもー。さあ、てことで、さあ、ちゃんとできたのかしら。え、なに？スマホが鳴っている。え、珍しくない？もしもし？こちらはパニエルだよ。突然電話しちゃってすまないね。ん？パニーさんから？マジで？撮影スタジオを使ってくれた時に君に伝え損ねたことがあってね。電話させてもらったわけなんだ。それで伝えたかったことなんだけど、君がスタジオに呼んでくれたモデルさんのことなんだよ。呼べてないんだ、それが。せっかく君が紹介してくれたわけだし、私も個人的に写真を撮らせてもらって、特製ポスターを作ってみようと思うんだ。呼んでないのに。都合が合わなくてアミーボを使っても来てもらえなかったモデルさんもいたけど、その人のポスターも準備するつもりだよ。あ、よかった。やっぱそういう感じなんや。たぬきショッピングで取り扱ってもらえるように頼んでおいたから、君もぜひ注文してくれたまえよ。要件は以上だよ。それじゃあまたいつでもパニーの島に遊びに来ておくれ。おー、よかった。ふー、ちょっと戸惑ってしまったじゃないか。なるほどね。とりあえず、何それ、何持ってんの？木の棒持ってんの？超はしゃいでんな。二人ともなんか持っとるね、木の棒。やっほー、アンチョビだよーでし。おしゃべりしよう。何をしようか考えたら、あっという間に夕方だ、でし。それで、その結果、木の棒を持って走るというところに落ち着いたの。おーす、元気かーの心。話しに来たよ。体を動かしていい汗をかいた後は、ちゃんと着替えるんだぞ。体を冷やした意味ないからな、の心。了解、優しいね、アイダホ。さあ、ってことでこれで、買えるというわけですね。よかった。タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。1日1回にタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。2日連続ボーナス80マイル。ん？システムからのご案内。撮影スタジオに呼び出した方のポスターが、タヌキショッピングのスペシャル商品で注文可能になりました。あ、なるほど。説明。今後もタヌキショッピングをよろしくお願いいたします。ご利用になりたいサービスをお選びください。タヌキショッピング。さあ、ここで。あ、これか、増えとるポスター。ほら、かわいい。え、めっちゃかわいくない？シナモロールのポスター。ほう、いいね。え、てか、あれやん。そのキャラクターなわけじゃないんよね。え、だってあれやん。シナモンは、誰やった？ピーカ。で、キティちゃんはリラ。ポンポンプリンはマーティーで。マイメロはチェルシーやけど。全然違う子たちや、映っとるの。シナモンとたけけとハニワくん？周りはちょっとなんかよくわからん。周りは普通にシナモンのキャラクターかな。ハローキティはしずえさん。ポンポンプリン。リセットさん。こんなところで登場なんや。リセットさん。で、マイメロは、たくみさんとケントくんか。ぬいぐるみみたいなやつ。あ、てかこの二人出てこんのかな、つもり。ね、思ったんやけど。え、てかこのたくみさんかわいい。よっきー。そう、私、サンリオコラボね、キキララだけ持ってなかったけんさ。それがどういう感じなんかはちょっと気になるんだけど。とりあえず、この4種類ね。え、めっちゃ可愛い。いいね、いいね。え、てか、せっかく、呼び出してくれたけん、写真を撮影しようと思ってって、全然、本人の写真ないやん。全然、何、しずえさんいつの間に撮影に行ったの？あ、てかあれやね、たぬきちとかはないんや。たくみさんと、ケントくんがあるのに。じゃあ、とりあえずベンチとか、設置しておこうっと。よいしょ。あ。よいしょっと。これ多くすぎか。よいしょ。うん、オッケー、オッケー。こういう感じで、この辺にね、少年サッカーということで、勝手に設定したけど、少年サッカーということで、まあ、このベンチにはママさんたちが座るっていうね。オッケーオッケー。あ、こっち側にもって思ったけど、あっち側だけでいっか。このベンチはそのうちどこかしらに使おうと思います。じゃあ、あとは、パラボラアンテナなんやけど、どうしよう。一番高いところに設置するのがいいんかな、パラボラアンテナって。よいしょ。
まあ、この辺りに設置しておく。海側がいい？ちょっとよくわからんねよね。ちょっとよくわからんねよね。まあ、この辺りに設置しとくか。パラボラアンテナ。は？え、どんだけでかいの？そんなに？え、そんなにでかいの？マジで？この辺がいい？開けた場所。うお、だいぶでかかった。あ、かなりでかかった。これは向こう側向いとくのがいいんかな？ん？そうよね、多分。わからんけど。まあ、これで良きとしとこう。多分。よし、今日は何かあるかしら。あ、パンダはでも持っとんよね。あれか。プラレール。でもこれもうちょっと台がさ、明るい色の方がいいんやけど。そちらの商品は鉄道模型でございます。お値段は7900ブリとなっておりますが、いかがでしょうか？一応買っとこう。毎度ありがとうございます。7900ベル、間違いなく頂戴しました。飯盒は確かもうすでに私キャンプ場に置いとるし。これは？コーヒーマシーン。コーヒーマシーン一応あったけど、こういう感じやったっけ？なんか若干違うような気が。え、これはこれで高いやん？ここにしれっと置いとるけど、ちょっと高いやん？とりあえず買っておいた。で、ちょっと花の種もさ、はい。くださいまし。はい、オッケー。ありがとうございました。はい、どうも。ありがとうございました。そして、あさみさんに布をもらい、あ、通り過ぎよった。布をもらいに行って。どうも。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。お、今日着物があるやん。なんかさ、ここに飾られてるもの変わらんくなってきたことない？どういうこと？あ、アイラさん、いらっしゃい。そうそう、家具のリメイクで使える布地、また新しいのを作ってみたので、よかったらどうぞ。てか、あんだけのパターン作るってすごくない？毎回毎回それをね、くれるっていうの。ちょっと仕事の息抜きにと思って作ってみたんですけどね。やり始めると楽しくて、ついつい夢中で作っちゃうんですよ。ちゃんと仕事もできてる？なんか私に私用のばっかり作ってない？大丈夫？はい、使います。あ、かわいい。健やかなセーター。何がどう健やかなんかわからんけど。これちょっとあれやない？ジャイアンっぽくない？のび太の方かな？こんな感じじゃないっけ？あ、この辺のさ、めっちゃ部屋着にいいやん。ね、よきよき。あ、これ、ボアブルゾンの下にキュロットってめっちゃ良くない？私前回買ったのってどれやった？覚えてない。え、白やったっけ？茶色やったっけ？ピンクやったような気もする。よし。めっちゃお部屋でゴロゴロする感じのコーディネート。オッケー。あら素敵やよ、お気に。もともと身につけたものはうちの収納に送っておくわね。てかあれよね、収納だなとさ、ファッションケース中身別にしてほしいよね。なんか普通に、服は服だけにしてほしいことない？なぜまとめられてしまうんだ、そこ。あ、でさ、こっち。あ、どうも。浜辺の掃除？こっちほら。あ、色が違うんか。なるほどね。一応ここコーヒー、カフェみたいな感じにしてるけん。まあ、このエスプレッソマシーンをね、置いたよ、そこに。次は席が欲しいんだけども。新しいレシピかな。DIY 好きなお前へ。筋トレしてると DIY のアイデアがひらめくことがあるんだ。やっぱりオイラって天才かもな。みんなにも作ってほしいからレシピを教えるぞ。へへ、驚くなよ。張り切りすぎて怪我するなよ。伝説の職人、ピーターンより。ピーターンはあれか。ちっちゃい鳥？お、犬小屋。いいやん、外に。ふふ。ふんふん。犬小屋のレシピを覚えた。ただうちはね、猫を飼ってる設定なんよね。家の中にさ、キャットタワーだとか、猫草とかいろいろあるし。え、どうする？リアルの私んちと同じようにさ、犬と猫両方飼っとることにしよっか。よし、じゃあそういう感じでしていく。犬小屋作れるかな？ね、浜辺をさ、
ほうきかけるのってなんかどうなん？はーい、元気？あは。元気だけども。さっきまで張り切ってお散歩してたからお腹が空いてきちゃったな。あとですき焼きでも食べよう。あは。そんなちょっと小腹が空いたからすき焼きみたいな感じじゃなくない？すき焼きって。お。はい、住民挨拶キャンペーン。たぬきマイル 200×2 ゲット。そして、経済を回そうショッピング奨励キャンペーン。たぬきマイル 200×2 ゲット。あとは？もう大丈夫かな。大丈夫そう。犬小屋どんな感じ？シンプルやね。これもなんか色とか変えれるんかな？ちょ待って、木材取ってくるね。さあ、家の中で猫を飼って、外でワンコを飼うということで、DIY で何か作ろうかな。作ります。で、多分リメイクできるよね、犬小屋。屋根とか濡れそうやん。パターンが使えるかどうかは知らんけど。犬小屋ができた。ってことで次は、ちょっとリメイクをします。リメイク。犬小屋、はい。パターンも使えそうかな？ん？使えんかった。使えんかった。今これナチュラルやね。で、グリーン、ブルー、レッド、ブラック。レッドが一番いいね。はい、じゃあこれでリメイクしましょう。ペタ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 。犬小屋のリメイクができた。よし。ってことでこの辺置いとこう。犬小屋。あ、オッケーね。ということは、ちょっと木陰にしておいてあげた方がいいんかな？いや、こっちにしようか。こっちにしようか。ちょいと待ってね。このなんか花がさ、お、は、壊れた。花がさ、なんか普通に、Y ボタンとかやったら、根元から取れんっていうのがあれよね。ちょ、スコップ、スコップ。まあ、スコップね、動画外でめちゃくちゃ使いよるけんさ。めちゃくちゃ使いよるけん、なんか、花植えるときに間違えたときとか、あと化石掘り起こしよるときとか。よし、これで。さーて。ここ2個分ぐらいかな。よいしょ。じゃあ、ここに、犬小屋を、設置。あ、いいね、いいね。あ、あれなんや。餌入れとかもついてくるんやね。うん、うん。ここも、間違えた。手前は何もない方がいいかな。よし、こんな感じで。いいね、いいね。ワンコのいる家になったわ。あと、犬の置物が欲しい。あるよね、今回も多分。わからんけど。わからんけども。で、あと、パターンは使え、あれか？ベンチに使えるんかな、パターン。アウトドアベンチ。あ、使えるよ、パターン。ほら。ん？ほらって何も乗ってなかったわ。あ、これが増えたんか、トイ。かわいい、ピザ。ピザ柄。え、めっちゃかわいいやん。え、超かわいいやん。ドーナツとかあるし。え、あさみさん、今回のめっちゃいいよ。超絶いいよ。なにこのちょっと落書きみたいな。でもなんか良さげ。ほらほらほら、怒り柄。え、かわいい。この辺のめっちゃ使えそう。ね。ちょ、どんどん使っていこうっと。アウトドアベンチなんかちょっとね、なんていうん？地味やなとは思いよったんよね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか今回、あつ森では自分でマイル坂健くってもさ、なんかあさみさんからもらえるパターン布地で、なんかめっちゃ、ね、いろいろ組み合わせができそうな感じがするよね。よき。